3、2、1、プレミアリュースタート。パスリーです。今回私は天の声を務めさせていただきます。とある説を思い出した。そう、思い出したんですよ。考えついた。そう、それだ。考えついた。合ってる。プレミアリューのお供だったらプレミアムチャンネル V のことを全部知ってるんじゃないか説っていうのが浮上したんですよ。お供っていわばもう家族みたいな感じなんですよ。だから絶対なんかプレミアリューのことを知ってるかなと思うんですよ。今回は質問形式でどんどんやっていくんで答えてください。全何問出すかわかんないんですけれども、とにかくやっていきます。簡単、普通、難しい、鬼、裏鬼って太鼓じゃないか。そう、太鼓風に今回やっていこうかなと思います。じゃあまずね、お前が太鼓みたいに考えるなんて。お前太鼓じゃないと何もしてくんないんだ。今からテンペイチーが起きるかもしれない。怖い怖い。南海トラフ。南海トラフ。はい、ではいきます。まず、プレミアリューの、初心者ってか、まだ見始めたばかりだよって人なら分かるかもしれない。プレミアリューの問題、簡単からやっていきたいと思います。ではいきます。プレミアリューの動画の中で私は替え歌をやったことがあります。はい。さて、一番僕が炎上して一番再生回数が伸びた替え歌は一体何でしょうか。はい。匿名っていうか、そう、替え歌の名前でもいいし、その替え歌する前の別に。ゴリリか。ファイナルアンサー、ゴリリか。正解でございます。これは当たって当然ですよね。いやでもこれの動画はね、もう非公開にしてるから。非公開だから見れないからね。今の入ってきた視聴者は分かんないと思います。これ簡単なんかな。ずっと見てくれる方なら簡単だと思います。ね、今回お供目線なんで簡単でしょうね。はい、ではやってみます。私は1週間前に、手術をしていきましたね。どこの手術をしたでしょうか。はファイナルアンサー。はなんか煽りにしか正解です。そうだよね。これ結構209回視聴されてるから、これも分かるんじゃないかなと思います。じゃがいものパシーの質問コーナーの時、あなたが本人言ったんでね、質問コーナーの時に、お供メンバーのポジションはって聞きました。さて、あなたのポジションは一体何でしょうか。絶対当たるな。普段。ファイナルアンサー。普段。正解です。そうだよね。普段は普段で、トザマじゃないんだよね。やっぱりトザマにしようかな。普段だろお前は。宿毛矯正は何回行ったでしょう。3回。ファイナルアンサー。3回。当たりですね。次の質問は、次も簡単ですね。私は焼きそば、ペヤング焼きそばを、食べましたね。はい。結構食べてます。3回食べてます。さて、まず第1回目と第2回目第3回目のペヤング焼きそば、に入るこの3つ何食べたでしょうか。まず第1回目ペヤング焼きそば。これ順番。じゃあ順番、まず第1回目。1回目が、待って、これどっちだ。1回目はちなみにバーベキューの時に食べました。あー、待って、でも僕的からペヤング。ファイナルアンサー。で、2回目が黒ごまマックス。おー、はい。で、3回目がトマトマックス。正解でございます。じゃあ次いきます。プレミアリューの、問題、普通編でございます。プレミアリューの旅行旅で、私は5点行ってます。待って、そんな行ったの。順番関係なく、順番関係なく5つ行った点を言いなさい。岩手と、はい、そうだ、宮城と福島。その分2つ。そこ3つは、東北で、そこの東北のが3つ当たってます。あとは佐野。おお、はい。って何県。佐野は栃木県。栃木県。はい。あとどこ。次、県というか都ですね。都と。そうです。はい。答え言ってんじゃん。そうです、そうです。私が言ったのは仙台、栃木、東京、岩手、福島の5つ今のところ行ってます。旅行旅以外だったら大阪とか行ってるんだけどね。まあね。もっと滋賀勢だからね。はじめまして、新チャンネルの完成です。お供メンバーの、お供メンバーじゃねえ、お供の一番最初の動画です。俺が出たやつな。そうです、そうです。一番最初の、初期のお供メンバーといったらあなたですよね。そうなの。多分で、私は、この時コーラを飲んで何をしたでしょう。これは選択問題です。1、おなら。2、ゲップ。3、ゲロ。さあ何でしょう。しょぼいゲップ。正解です。そうなんです。次も普通です。これ最後の普通の問題になります。プレミアリューは心霊スポットにかなり行ってます。おうおう。さて、
私が心霊スポットの動画何本出しているでしょうか。エジエンのやつ入る、入りますね、入るのかい、入ります。心霊スポットの最初の心霊スポットじゃん、気にするべき。でもう一番あ、これどうだろう、4回ファイナルアンサー4回正解。はい、じゃあ次いきます。難しいです、次は。いきます。第2回バーベキュー、まあ2020年にしましたね、うん、まあ誰かも参加しましたけれども、うん、さあ、1日に音メンバー何人でバーベキューしたでしょうか。そのバーベキューにいた、そう、バーベキューにいた音メンバーの数、ね、お前含む、あ、俺含む、俺含む、じゃあ6人。ファイナルアンサー6人正解です。おー、さすがですね。じゃがいものパシリ大暴走、まあ、俗に言う3週間プロジェクトがありましたね、うん、それの後編の、問題についてです、うん、パシリ君大暴走ありましたね、うん、次回じゃがいものパシリ大暴走っていうやつありましたじゃん、うん、で、さてプレミアちょっと待って、パシリは一体なんて言われてブチ切れたでしょうか。それいいんだ、言いたくねー、うん、アクチネームフラサの記号、記号、元素記号、あー、それ絶対用意しないと、うん、フラサアクチニウムの元素記号正解です。そう、まあこれはね、最新版ではね、カットしてるんで、ちょっと死にたくなった、死ぬ死ぬらまだ未知の遭遇、俺のことを知ってるか、アキネーターってことで、アキネーターにプレミア賞を、あ、プレミア竜は知っていますかといろいろ質問しました、うん、さて、プレミア竜という回答は出てきませんでした、うん、さて、なんて回答が出てきたでしょうか。自分マイナスは自分正解です。ま、本当はあなたなんだけどね、まあ、まあ、自分ということで、まあそれそうですね、まず当たりでございます。ナイト鬼、ただいまの、チャンネル登録者数は一体何人でしょう。正確に答えなさい。あ、知らねえ、346人ファイナルさ346人、それは昨日の値です。今の場合はちょっと2人減って、ああ344人です。ああ知らん、ホントだ、ざまあみろ。再生リストを5本作ってます。さあ、何の再生リストを作ったでしょうか。プニプニと、はい、お供と、はい、ちょっと待って、ドッカンバトル、おお、はい、おお、はい、じゃあ、あと2つ、あって出るかない、パステル戦闘中あってかな、旅行旅、最後1つ思いつくの、なんだ、大人、マニュアルさ、待って、怖ってこれ、マニュアルさ、大人、プレクラでした。はい、じゃあまず今のところ主に全部ね、触れてますね、はい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 、それそうですよね、はい、私はメインチャンネル以外に2つのチャンネルを作っております。さあ、何のチャンネルでしょうか。お供と、はい、セカンドプレミア、マニュアルさ、うん、正解でございます。で、あと1問、鬼当たりましたね。じゃあ最後いきます。裏鬼です。プレミアリーはですね、チャンネルをいつ開業したでしょうか。開業っていうか、もう一番最初の動画はいつでしたでしょうか。これちなみに私は4年生の時ですね、うん、俺が太鼓始めた人は確か同じだったから、うん、3月、うん、どっちやって、1日か2日はい、ならさ1日か2日正解です。おー、よく裏鬼当たったね。そうなんですよ、2016年3月1日と2日なんですよ、うん、はい、19の3月、え、あなたも3月1日なの。1日、総再生視聴者回数を答えなさい、企画に、正確に。あー、わかんない。ちなみに、3万回以上です。はっ、そんな見たの、うん、待って、え、正確に知らねえよ。何なさ、いや、これ1000のくらいまで、うん、まあいいですけど、いいですけど、多分今日で4万いくと思います、ね、あ、マジ、うん、8000。マイナスは38,000。正解は39,444回でした。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。説明欄の方に詳しいことが載っているので、ぜひぜひ見てください。そしてこの動画ね、面白かったよっていう人は共有もよろしくお願いいたします。チャンネル登録も高評価もよろしくお願いいたします。チャンネル登録したってデメリットはあるわけではないので、ぜひ見てください。それでは、うん、バイバイ。